みなさん、こんにちは。アフロマスクです。今回もユーロトラックシミュレーター2にプロジェクトジャパンモード導入して、日本の道走っていきたいんですが、今回はこちらのフェラーリの F430 かな?これでドライブしていきましょう。よし。ということで、モッドですね。導入したんですが、いや、かっこいいですね、フェラーリ。まただいぶ飛ばせそうだな。で、日本の道ですからね。ちょっと高速で飛ばしたいですね。で、今いるのが大阪か。どうしようかな。まあ、こっちが徳島の方まで、ちょっとバーっとドライブしちゃいましょうか。街中とか高速とか。淡路島も良さそうですけどね。まあ、いや、大阪ずーっと高速で徳島の方まで行ってみましょう。これこっち側も走れるかな。あー、良さそうですね。ずーっと高速で行っても良さそうだけどな。このルートで行きましょうか。で、運転席も、こんな形で、いやー、二人乗りですよね。シートベルトがガチな感じだな。ナビがないのか、これ。大変だぞ。じゃあ、ナビの間だけ出していくか。とりあえず、じゃあ、エンジンかけましょうか。おー。いいエンジン音ですね。いや、これ。高速が楽しみ。で、マニュアル6速ですかね。これは出さないとわかんないんで、これ出してこう。はい。よし、じゃあ出発ですね。早い。ね、大阪市内からまずは高速乗る感じかな。ここを右。で、左側通行ですね。まもなく左方向です。はい、コーンは左方向です。あ、普通のコーンですね。ここを左と。下道はゆっくり行った方がいいですね。前ランボルギーニに乗った時だいぶフラフラしたんですが、オプションでサスペンションとかも固くしたんで、今回は飛ばしても大丈夫そうだね。まもなく左方向です。あ、でもここら辺はちょっと危ないですね。左方向です。ここ左。高速乗ったらちょっと飛ばしましょうか。はい。右にレーン移動が必要です。その先、右方向です。右。ここを右か。右方向です。あ、これこのまま行けちゃう感じ。じゃあこっから高速ですね。おー、料金所だ。いいですね。ちょっとここで撮りたいな。よーし、じゃあ行きましょうか。高速ですね。おー、結構車走ってんな。危ない。右にレーン移動が必要です。あ、右か。右方向、出口です。こっちが、あ、もう出口行っちゃうの。右方向、出口です。これか。ぶつからない。あー、前遅い車が。この先飛ばせるかな。何キロぐらいで、300キロぐらい出んのかな。燃料もまた燃費も気になりますけどね。あ、こっから左ちょっと飛ばしてみよう。いいですね。速っ。車多くて飛ばせないですね。あ、でもすごい安定してる。この設定だと大丈夫そうだな。いやー、ただ混んでますね。
遅っ。制限速度60、50ぐらい、ここ高速ですよね。だいぶ遅いな。いや、エンジン音がいい。うわ、飛ばせない。もうあっという間に神戸に着きそうだけど、飛ばすか、抜かしましょう。ひどい。あ、いいですね、安定してる。あ、ちょっとぶつかった。あ、オービス61キロオーバーですね。あー、気持ちいい。ぶつけないように。あー、狭い。62キロオーバー。出前のそば邪魔だな。よいしょ。まあ、この設定だったら全然飛ばせるな。右にレーン移動が必要です。右にレーン移動。その先、右方向出口です。よいしょ、2速。ん？こっちが、あ、間違えた？右方向出口です。あ、これを右か。ちょっと複雑ですね。飛ばそう。おー、観覧車が見える。飛ばしていきましょうか。あー、怖い。あー、海きれいですね。飛ばせる？車が怖い。あ、兵庫県入りましたね。いいですね。すごい運転しやすい。ぶつけそう。あっ、ごめん。ごめん。ぶっ飛ばしちゃった。ごめんごめん。ペプシのトラック飛ばしちゃいましたね。大丈夫？ダメージ結構入った？で、もうちょっとで神戸ですね。左にレーン移動が必要です。あら。左側。その先、左方向、出口です。オービス多いですね、この辺り。バンバン取られるな。あ、ここで降りるのか、一回。なるほど。すごい鳴らしてるけど、何の音これ。ちょっと街中行く感じかな。あの、明石海峡大橋のとこで飛ばしそうですよね。やっぱ調子乗って飛ばすとぶつけちゃうな。こっから右。燃料早いな、やっぱヘリが。ちょっと待って、給油しないともう半分以下になってる。やっぱ燃費悪そうですね、フェラーリも。あんま飛ばしすぎるとあっという間に燃料なくなる。直進方向です。飛ばせ。あ、いいですね。あ、給油していきましょうか。シェル石油がある。はい、いた。車高が低いから大変だ。はい、ここで給油ですね。いやー、燃費悪いからここぞというところで飛ばさないとダメですね。はい、行きましょうか。修理は大丈夫そうかな。よいしょ。出前のバイクが
シュール。はい、行きましょうか。右にレーン移動が必要です。その先右方向です。この先右方向、こっからまた高速ですね。はい、なんかパーキングもここありましたよね。左にレーン移動が必要です。行きましょうか。このまま左か。まっすぐ。ちょっと空いてるな。はい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 。ああ、そこパーキングになってるんでしたっけ。なんかオービスがまたある。これは出口か。じゃあまっすぐ行っちゃいましょう。ちょっと飛ばせる？で、このまま明石海峡大橋までですよね。お、車が全然走ってない。左にレーン移動が必要です。あー、雨降ってきたかも。左方向です。雨ですね。ワイパー大丈夫これ？ワイパーこれ大丈夫？ちゃんと動いてる？左方向です。ここ左。全然雨吹けてなさそうな感じだけど、だいぶ動き苦しそうですね。行きましょう。あー怖い。いやでもすごい安定してる。あ、いや、うわー危ない、見えなかった。ごめん、色がなんか道に馴染んでて全然見えなかったな。あ、危ないっすね。これライトついてますよね。このまま左ぶつけちゃった。あ、お金払った。いや、混んでますね。ここ左ですよね。右かな。まっすぐか。また淡路島のサービスエリアで給油した方が良さそうだな。明石海峡大橋で飛ばしてみましょう。あそこは車線も多いし直線ですからね、飛ばせそう。いける？これははははは、怖いな。雨止むといいんですけどね。ああ、いや、ああ滑る滑る滑る。これ ETC レーンは右、こっち側、あ、そっちは左か。間違えた。よし。あー、ちょっと待って、車がすごい。こっちから行こう。行けるかな？あー、雨で見えない。怖っ。ああ、無灯火なのかこれ。これでついてる？ライトついてるかどうかわかんないですね。ワイパー邪魔だなこれ。いや気持ちいいけど、も
もうちょっと飛ばせる？そう、ここは、あ、勝ち海峡大橋ですね。うわ、邪魔。飛ばそう。危ない。1枚取れる？いいですね。ちょっと晴れにしたい。飛ばしてみましょう。ちょっとこの段差が怖いだ。5速飛ばせる？雨で視界悪い。200キロは超えたけど段差怖っ。ああ跳ねる。あれは厳しいな。アブラムぶつかる。つなぎ目怖すぎる。だいぶダメージ入っちゃったな。あの段差危ないですね。いや、雨の中飛ばすのは無謀すぎましたね。あ、ここサービスエリアでしたよね。ここでしたよね。サービスエリア寄ってこう。はい。左方向です。ここを左。いやでもあっという間に淡路島まで来ましたね。雨がすごいけど。よいしょ。ああ、来た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 。あ、観覧車もありますね。そこで給油できましたよね。あ、そういえばスーパーカー集まってるところがあった気がするか。そこ入ろうかな。あれ、ここら辺止まってませんでしたっけ、スーパーカー。あ、この辺りかな。あ、そこ1台ランボルギーニ風の車止まってるけど。ちょっと止めさせてもらおう。一緒に記念撮影しましょう。よいしょ。衝突いたか。あ、いいですね。ここで記念撮影だな。はい。またランボルギーニとかも乗りたいですけどね。日本の道で飛ばすのいいですね。ライト、ついてんのかな？いまいちわかんないんですけど、ライトついてんのか。あ、これでついてる？ガソリンスタンド行きましょう。まもなく右方向です。あそこだな。右方向です。よいしょ。いや、燃料が本当になくなっちゃう。あ、車両故障しちゃう。整備工場も行きたいですね。だいぶダメージ入っちゃったんで。よいしょ。給油ですね。オッケー。雨やばないかな。うわ、雷まで鳴ってきた。うん、これどっから出んだ。そっち側か。行きましょうか。救急車がいる。ここ右ですよね。徳島方面。まもなく左方向です。この先を左。左方向です。はい。安全運転で行きましょう。遅いな。ああ、でもこの先対面通行みたいな感じでしたよね。だいぶゆっくり行ってる。いや、雨すごい。大荒れですね。新しいビューポイント？あー、そこにあるんだ。そこら辺行ったことないんだな。今度見に行きたいですね。こっちから。怖い。この先左でしたよね。
の間を縫える、あ、ぶつけちゃった失礼。いやー視界悪いだ。伸ばしてこう。あー、パトカーいた。いかん。完全に事故った。捕まっちゃいましたね。あー、ひどい。